俺とスミレのことを知らない人間は逆玉だなとお気楽なことを言う。でも実際はそんな打算的なことではなく、純愛？ある意味そうなのだろうか。とにかく俺たちの交際スタートは普通ではなかった。もう少し年を取った時、夫婦で笑い話として盛り上がるのは間違いないだろう。俺の名前は花田修司、当時27歳で独身。中学までは成績が良く、張り切って進学校に進学。しかし上には上がいることを早くも16歳で悟った。なんとかできるやつらを必死に追いかけ、ギリギリ入れる大学に入学。幸い就職浪人になることなく、三流の企業に就職を決めた。そんな必死に生きる俺の傍ら、常に俺の数歩、いや数十歩先を歩いていたのが幼なじみのスミレだった。常に学年トップの成績でトントン拍子に医者になった。スミレは賢いだけではなく美人だったから、常に勝ち組だと思っていた。大した共通点もない俺たちだったが、実家が近所だったというだけで、小学校からずっと俺たちは途切れることなく、何かあれば何でも話をする関係だった。思春期の頃はよく周りに、なんで付き合わないんだなんて聞かれたが、それには事情がある。スミレは大の男嫌いなのだ。男なんて大嫌い、不潔。女を何だと思ってるんだろう。見た目だけで付き合って、結局そういうことしか考えてない。私は絶対誰とも付き合わない。これが思春期の頃からのスミレの口癖。こんな風に考えるようになったのは、どうやら父親が原因らしかった。医者をしていた父親はモテそうなルックスで、かっこいいパパと女子からも騒がれるほど。でも実際は浮気が原因でスミレの母親と離婚。その後も懲りることなく、とっかえひっかえ家に女性を連れ込んでいたらしい。そんなのを目の当たりにしたら、まあそうなるだろう。なあスミレ、俺も一応男なんだけど、大嫌いって傷つくな。え、あ、修二は男として見てないもん。ええ、想定外の告白にスミレの男嫌い宣言よりも傷ついた。だからその時からそっとスミレは恋愛対象外になった。それからの俺たちはまっすぐな道を外れることなく、幼なじみという関係のまま、社会人になってからも変わらない。そしてお互い仕事が忙しく、ほとんど会うこともなくなった。とはいえ交際していたわけでもない、そんなもんだろうくらいにしか思わなかった。それより俺は大学時代に付き合っていた彼女と別れ、猛烈に彼女が欲しい、結婚したいという病にかかっていた。自分の年齢もあったと思う。飲み会を開くと聞けば、仕事でクタクタだったとしても顔を出す。空振り続きで、ただただ二日酔いになっていた日曜日の午後、突然スミレが俺のアパートにやってきたのだ。最後に地元で会ってからだから2年ぶりの再会になる。修二。え、なんで俺の家知ってるの？え、どうした？高橋さんから聞いた。高橋は俺の地元の友達で、スミレの同級生でもあった。それにしても大きな声のスミレに俺の頭はガンガンと響き、おい、大声を出すな。お酒くっさ、まさか二日酔い？自分をいくつだと思ってるの？だから大声を出すなって。頭を抱えながら玄関でそんなやりとりをしていると、スミレの足元に目が止まった。それ何？見ると大きなスーツケースが2つも。中に運んでくれる？え？いや、まずは説明だろ。何それ？私物。言葉足らず、全く状況が読めない。だから
私、今日からここに住むの。二日酔いが一気に治ったようだった。住むって、はあ、どういうこと、なんでだよ。これ運んでくれたら説明する。顔色一つ変えず、スミレは仁王立ちで俺に迫る。そのあまりの態度の大きさに圧倒され、家主の俺はすごすごとスーツケースをリビングに運んだ。独身の割に部屋は綺麗にしてるんだ。安心した。汚かったらどうしようって心配してたんだ。部屋を見渡しながらそう言い、スミレはソファーに腰をかけた。で、どうぞ説明を。もうせっかちだな。修二ってそんな性格だったっけ？こんなスーツケースで現れてうちに住むなんて言われたら誰だって聞くだろう。あー、そっか。へへっと笑ってごまかす笑い方は子供の頃のまま。綺麗になった大人のスミレとのギャップについドキッとしてしまった。実はストーカーに狙われてて怖くて、実家に戻ることも考えたけど遠いし、修二の家職場に近いって知ったらつい。一気に冷静になれた。ストーカーってだけでも怖いのに、男嫌いのスミレだ。どれだけの恐怖があっただろう。わかった。いいよ、ここにいな。ああ、鍵渡すから。とにかくまずはスミレを安心させたかった。ありがとう、修二。いや、事情が事情だし。まあ、俺も男だけど。ほら、スミレにとっては唯一安全な男だろ。自虐的すぎか。スミレの顔は少し好調したように見えたが、俺はそれどころじゃなく本気で心配していた。スミレは俺の大事な幼馴染だ。男の俺が守ってやらなきゃ。そんな気持ちでいっぱいだった。修二、私がここに住むってことは女を連れ込むとかなしだからね。ああ、俺はそんなことしねえよ、まったく。俺をどんなやつだと思ってるんだ。スミレはブツブツ言う俺をニコニコ嬉しそうに見つめていた。俺さ、スミレと違って高級鳥じゃないから、見ての通り狭いアパートだ。俺がリビングで寝るから寝室はスミレに譲るよ。好きに使っていいからさ。いいよ、私がリビングで。あ、なんなら同じ。最後の方は聞こえないくらい小さな声だった。顔を真っ赤にして言うスミレに聞き返すこともできず、俺は聞こえないふりをした。ブツブツ言ってないで、とっとと荷物出して使い勝手いいようにしなよ。そう言いつつ内心ドキドキと鼓動が高鳴りっぱなしだった。スミレは何を思ってあんなことを言ったのだろう。俺の家に住むことへの見返り？まさか。俺の知ってるスミレは完全に男に壁を作る生粋の男嫌いだ。それくらい俺を男として見てないのか。ストーカーに狙われている割に怯えた様子はなく、鼻歌を歌いながら二ほどきをするスミレを見つめた。とりあえず安全な場所の確保に安堵してくれたのだろうか。久しぶりに見たスミレはやっぱり綺麗だった。ほとんどメイクをしていない顔は本当に透き通るような肌で、時々髪をかき上げながらスーツケースから洋服を出す姿に目が離せなくなった。ん？暇なら手伝う？俺の視線を感じたのか、スミレは振り返って言った。やだよ、俺そういうの苦手だし。都合の悪さで断る俺に、ふくーっと頬を膨らませたスミレの唇を見て、つい俺は異性として意識してしまった。想像もしていない展開に脳が混乱しているだけ。そう言い聞かせながら俺たちの同棲が始まった。修二、
今日は何時に帰ってくる？私今日は早く帰れるんだ。一緒にご飯食べよ。お揃いのマグカップ買っちゃった。修二、今度一緒に地元に帰らない？昔からスミレは男と言っても俺とだけは普通に会話ができる。それにしても一緒に住み始めてからスミレはいつも楽しそうだ。スミレ、例のストーカー大丈夫？あれから何もないか？あのさ、その話はやめてね。思い出したくないし。あ、そうか。不安を煽ることは良くない。ごめん。大丈夫ならいいんだ。何かあったらいつでも言えよ。修二はいつもそうだったよね。え、そうか。うん、子供の頃からいつも。覚えてる？高校の時、私が先輩に告白されて怖くて泣いた時、修二が代わりにその人にお断りに行ってくれてさ、ボコボコにされて帰ってきたよね。お前は何なんだって言われたって。あー、覚えてる。ひどい話だよな。まあスミレが言えないって言うんだから仕方ないよな。修二だけはね。なんだよ。なんでもない、ありがとうってこと。いつしか俺は毎日同じことを考えるようになっていた。スミレの男嫌いが治ってくれたら、俺を異性として見てくれたら、今までもそうだったように、これからも俺がスミレを守りたい。スミレの最愛の人になりたい。多分それは子供の頃からずっと思っていたことなのかもしれない。こうして同じ家に住むようになり、俺の気持ちはどんどん抑えられなくなった。同棲から3ヶ月が経とうとしている時だった。修二、お願いがあるんだ。お、どうした？明日ね、仕事が少し遅くなるの。暗くなって一人で帰るの怖いから、病院まで迎えに来てくれないかな。まだストーカーの恐怖があるよな。そんなことならいくらだってしてやれる。いいよ、早く仕事終わらせて迎えに行く。一緒に帰ろう。うん、ありがとう。満面の笑みを見られるだけで俺は幸せだ。俺はスミレのボディーガードに徹してやる。彼女のためなら俺は強くなれる。そんな気がした。いつもより巻き気味に仕事を片付けて病院に向かう。職員の出入り口付近に着いて間もなくだった。スミレの姿が見え、駆け寄ろうとして俺の心臓がぎゅっと締め付けられた。見知らぬ男性とスミレが押し問答をしている。ストーカー？おい、何してるんだ。彼女から離れろ。俺は思い切り男の腕を取った。はあ？いきなり何ですか？嫌がってる女性に何してるのか聞いてるんだ。警察行くか？俺は一歩も引かなかった。ちょっとやめてください、誤解ですよ。何なんですか？誤解も何もあるか、このストーカーめ。ボディーガードに徹しようとする俺が我に返ったのはスミレの一言だった。修二、違う。この人は患者さんの息子さん。一気に血の気が引き、俺は男性の腕を離した。聞くと母親がお世話になったお礼に菓子折りを渡そうとしていたらしい。スミレは規則で受け取れないとお断りしていた場面に勘違いした俺が登場。ひたすら謝り倒す俺に、先生、いい恋人をお持ちですね。誤解が解けてよかったです。ではまた病院で。そう言ってその場を去っていった。スミレ、ごめんな。俺の早とちりで迷惑かけたかも。ううん、大丈夫。そういうスミレの声は沈んでいた。俺の行動に嫌気がさしたのか。
やっぱりこれだから男はって失望した。不安でいっぱいに。そして家に帰ってからようやくスミレは口を開いた。あのね、修二に謝らなきゃいけないことがあるの。何を言われるのか鼓動が高鳴っていた。黙って次の言葉を待つ俺にスミレは重い口を開き始めた。嘘をつきました。え？あの、そのストーカーって嘘なんです。どういうこと？修二、真剣に私のこと心配してくれるから本当のことを言うに言えなくなっちゃって。怒りよりも安堵が先に立った。なんだよ、よかった。スミレ男嫌いだろ。なのに知らない男にストーカーされてたならどんなに怖かっただろうって思ってさ。でも違うなら本当によかった。え？ってことは、じゃあなんで俺のうちに？スミレの顔が今までにないくらい真っ赤になり、心なしか震えているようにも見えた。だって聞いたんだもん。お？何を？修二が長く付き合ってた彼女と別れて出会いを求めてるって、結婚したがってるって話。そうなったら困る。ああ、地元の友達に愚痴ったことを思い出した。それにしてもだからってまさか。スミレ男嫌いだよな。あの、それね、確かに高校の時までは。でもね、それ私の勘違いっていうか、修二は別っていうかね。俺はどんどん混乱していった。うちの両親が離婚したことを知ってるでしょ。私、父が大嫌いだった。大好きなお母さんを傷つけてって。俺は黙って話を聞き、一生懸命状況を理解するよう努めた。私が高校卒業してすぐ父が再婚したんだ。その相手がね、すごくできた人で、その人から教えてもらったんだ。離婚の原因は母の浮気だったんだって。父はすごく傷ついて、遊ぶふりして寂しさを紛らわせてたんだって。それ本当？最初私も信用できなくて、わざわざ母に会いに行って確認しちゃった。うん、本当だった。でね、その再婚相手の奥さんが言ってた。男はある意味女性よりも繊細だって。そしてありえないくらい鈍感だから、好きな人がいたらちゃんと掴んでおかなきゃダメよって。スミレ、もしかしてそれはそういうことなのか。修二が誰かと出会う前に私が掴んでおかなきゃって、私気づいたんだ。修二がどれだけ大事な人だったか。だから押しかけてきたんだ。俺はスミレの顔を覗き込むように見つめ、いたずらっぽいセリフを吐いた。意地悪。ありがとう。こんな騙し方ならいつでも歓迎だよ。スミレ、一緒に住むようになって俺の気持ちは決まってたんだ。俺がずっとスミレのそばにいるって。俺が守る。好きだよ、昔も今もこれからも。スミレは嬉しそうに俺を見つめたが、恋愛に慣れていないのか、その場に立ち尽くしたまま、俺はそんなスミレをぐっと引き寄せ、思い切り抱きしめた。ずっとこうしたかった。私も
ロマンチックな余韻を味わいたい俺と違い、スミレはぎこちなく緊張したまま。そして空気を壊すように、好きだったよね。いきなりそう言ってキッチンに走っていった。お預けを食らった気になっている俺のもとに、スミレは嬉しそうにアイスクリームを手渡してくれた。覚えてる？ちょっと嬉しいことがあるといつも一緒に食べたよね。本当はね、今日修二に告白をして一緒にこれ食べようと思ってて。それは地元で売っている思い出のアイスクリームだった。いろんな思い出がよみがえり、どの瞬間もスミレが好きだった気持ちがあふれた。スミレ好きすぎて俺がストーカーになりそう。もう修二ならいいかな。こうして俺たちは正式に恋人として同棲が始まった。知り合って長い俺たちだったし、結婚したい願望がお互いに強かったこともあり、それから半年で俺からスミレにプロポーズ。すべての誤解が解け、スミレの両親への挨拶も無事に終えた。俺たちは今までの時間を取り返すようにトントン拍子に結婚。今さらだけどさ、考えてみればあのストーカーの演技は無理があったよね。なんて時々今でも笑いながら話をすることがある。しかし笑いながらも、それがあったから今の俺たちがある。スミレの起こしてくれた行動には今でも感謝している。俺たちの歴史を知らない人たちは逆玉なんて言葉を口にするが、当の本人たちは全く気にしていない。それはお互いの気持ちが本物で、やっと結ばれたことへの嬉しさが勝っているからだろう。これからも俺はスミレのボディーガードで居続けるし、最愛の人であり続ける。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴ありがとうございました。今回の2人の馴れ初めはいかがでしたか？良かったと感じた視聴者様は、今すぐ画面下のチャンネル登録と通知用ベルマークを押してください。新しく投稿された動画をいち早くお楽しみいただけます。またいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。他にも素敵な馴れ初め動画がたくさんあるので、よかったらもう一本見ていってくださいね。